スキャンイーグル型パルトに設置されたスキャンイーグルスキャンイーグルはアメリカ合衆国のボーイング飲出者が開発した無人航空機。気象観測やマグロ漁船向けの魚群探査用に開発された民間用 UAVC スキャンを軍事用途に転用したものである。機体は無微翼機でビブにエンジンとプロペーラを備えた推進式配置。エンジンはガソリンエンジンだが後に ジェット燃料対応型も登場している。機体そのものが人一人で運べるほど軽いことに加え、主翼は取り外して、胴体と共に専用のコンテナに収納することができ、過半性を高めている。センサー機器は機種仮面のターレットに搭載し、単一あるいは2機を組み合わせる、電子工学センサー、中波長赤外線センサー、電子工学、 赤外線センサーなどを任務に応じて選択できる。発信は圧縮空気を用いたカタパルトで行い、回収にはスカイフックと呼ばれる独自のシステムを使用する。スカイフックは折りたたみ式のアームから地上へ伸ばした2本のケーブルに機体の主翼端についたフックを引っ掛けるというもので、広いスペースを必要としないため航空母艦以外の艦船からの運用も可能としている。 2014年10月には改良型のスキャンイーグル2が発表されている。機種のセンサーターレット大型化に伴う機体の大型化、ペイロードの増加、電力供給能力の強化、機内ネットワークのイーサネット化などが行われているが、航続時間は減少している。アメリカ海兵隊が2004年にアメリカ海軍がその翌年に運用を開始し、アデン湾における 海賊対処任務で使用されている。ただしメーカーに運用を委託して軍がデータを買い取るという形式になっているため、アメリカ軍から正式な形式番号は与えられていない。また、2013年には FAA がスキャンイーグルに対して民間運用に必要な形式証明を交付しており、石油流出監視や海洋監視といった用途に制限つきながら運用が可能になった。 低コストかつ大掛かりなインフラを必要としないため、海外でも陸海軍問わず広く採用されている。日本でも陸上自衛隊が東日本大震災での教訓から試験導入しているが、本格的な導入は2019年3月に新設された第8師団第8情報隊となった。師団旅団情報隊を中心に配備されている。 陸上自衛隊での正式名称は UAV で2019年に一式につき13億6836万円でボーイングの代理店の創実と契約されている。また、イランは2012年に領空内に侵入したアメリカ海軍のスキャンイーグルを露覚し、デッドコピー機ヤシールを生産している。ヤシールはシリアやイラクで活動するシーア派の民兵組織。 ヒズボラやカタい部ヒズボラなどに供与されていると報じられている。運用国、ありがとうございます。